日本に在留する外国人が322万人を超えて過去最多となったことが分かりました。出入国在留管理庁によりますと、今年6月末時点で日本に在留する外国人が322万3800人となり過去最多となりました。 在留資格別に見ると永住者が88万人と最も多く次に多い技能実習は35万8100人で去年から10.2パーセント増えました去年3月以降新型コロナの水際対策が段階的に見直されたことが影響しているとみられます。また、たた上半期に新たに新入国し人人は 1, 万 4, 人で、 新型コロナの感染が拡大する前の2019年上半期の7割近くまで回復しました。観光目的など短期滞在の資格で入国した人は去年1年間で286万1700人だったのに対し、今年は上半期だけですでに986万2100人となり、大幅に上回っています。